青山くん、ちょっといいかな。これは何だ。あなたは笠井さんと肉体関係、つまり性交渉をするため、
これより開廷します。被告人は眉。被告人は青山葵。本人で間違いありませんね。はい、間違いありません。それでは検査室に行きます。二人は反復的に不貞行為を行っていた。いわゆる不倫関係にあったということで間違いないですか？はい。提出した書類を渡さないと笠井さんの奥さんに不倫を打ち明けると言って笠井さんを脅しました。いえ、私は脅したりしていません。いいや、あなたを脅したんだ。ありますか？
告人は死後を慎むように。以上で被告人質問を終わります。それでは被告人、最終陳述があれば述べてください。私はただ彼のことが好きで、彼に憧れていただけで、あなたは違ったんですね。君さえ良ければ私が証人になって二審を優位に動かすことができるんだ。本当ですか？お願いします。分かった。